もし迷路のようなホテルの高階層に宿泊中、深夜目覚めたら下の階で火災が発生しており、廊下が黒煙で充満しており、窓があってもベランダもなく電気もつかず、水とスマホは使える状態とします。ひろゆきさんならワンチャン非常階段まで走りますか、それとも部屋にいますか。もし部屋にいる場合何をしますか。部屋に居続けるという選択肢はないですね。下に降りれないのであれば、いち早く屋上に行きますね。どこの国かによるんですけど、基本的には屋上にヘリポートがあったりするんですよね。で、もしそこまで火災が大きくない状態であれば、ヘリポートに救助用のヘリが来ていて、最初に来ている人から順番に乗れる可能性があるので、割と早めに行った方が生存確率が上がると思うんですよね。で、火事の火がそこまで大きくないのであれば、非常階段はビルの外壁についているので、外壁をたどって階段で降りてって降りれる形のビルの設計だったりする場合もあるので、その場合であれば外壁をたどって降りるっていうのもできるかもしれないので、で、ただそれは全体の状況がわからないので、ひとまず非常階段まで行ってみて、で、上と下見て、で、下に人が降りてそうであるとか、煙が上がってきてないとかであれば、じゃあ下行っても大丈夫だっていうので、どういう状況なのかっていう情報を多く手に入れれば入れるほど正しい判断がしやすいと思うんですよ。まあ、どっちに行っても死ぬっていう可能性があるんですけど、なので、まず情報を得るっていうために、できる限り動き回った方がいいと思うんですよね。なので自分の部屋に居続けるっていうのは選択肢としては最悪の部類じゃないかなと思います。まあ自分の部屋にたまたまいて助かるっていう例もあるかもしれないですけどね。